どうも皆さん、こんにちは。ケージチャンネルです。今日さ、Amazon で PS5 発売されてました？どうなんだろう。特に Twitter で何も見なかったな。ちょっと確認してみていい？あ、売ってたっぽいですね。売ってたっぽいですね。だけど、買えたっていうコメントはやっぱないよね。先週私もチャレンジした動画があるんですけど、あ、本当に状況変わらないのかなっていう感じですね。なんかもうね、Amazon にあんまり PS5 の在庫回してほしくないよねってちょっと感じておりますけれども、なんかね、イギリスの方では7月のゲーム機の売り上げが PS5 がすごい売れてて、 PS5 の売り上げとそれ以外のゲーム機の合算が同じぐらいだったっていうような記事がね、海外のね、メディアでね出ておりまして、ちょっと話題になっておりましたね。そしてさらにね、ソニー的には今年度販売したい PS5 の台数分の半導体の確保の目処はついたっていうふうに言ってるので、生産数はね結構上々なんだと思います。まああとはね、各ニーズを潰していくっていうような段階に入ってるのかもしれません。なんかツイッターのさ、PS5 再販情報みたいな、アカウントとかあるじゃないですか。なんかあのアカウント見てたらさ、まあ、ああいうのって大体アフィリエイト取りに行きたいだけのアカウントかななんて見てたんだけど、なんか中にはね、Amazon で買うのはもう厳しそうなんで、まあ、Amazon に参戦しなくてもいいかもしれないねって言ってるようなね、人もいます。PS5 の新しいセットが販売した時だけ参戦すれば、それの方が可能性は高いかもみたいなことをね、つぶやいていて。ちゃんとしたこと言う人もいるんだなとアフィリエイト獲得したいだけじゃなくて、ちゃんとしたこと言う人もいるんだなってちょっと感心しちゃいました。Amazon で購入する場合、ツールを使う人って既にある販売ページ、既に存在している販売ページに設定をすることで、その販売ページで販売が再開されたら自動的に買えるんです。で、 PS5 発売した当初、一番最初の Amazon の販売の時って結構多くの人が買えてたと思うんですけど、あれはまあ元々販売ページが存在しなかったので、ツールの介入ができなかったっていうところなんですよね。なので、まあ新しい販売ページ、そうだよね、毎週販売するとき都度新しい販売ページに更新してやってくれりゃ、ツールの介入を防げるとは思うんですけど、まあ Amazon 的にはそんなことやらないですし、ってなると、なんか新しいゲームソフトとのセットがね販売された時にちょっと狙ってやってみるのは、ひょっとしたら買える確率っていうのはね、上がるかもしれませんねといったところですが、というわけで今日の動画はですね、週間ゲーム売上ランキングを見てみんなでワイワイしようの動画となっております。ちょっと今日だいぶ前振り長くなっちゃってるんだけども、1週間のねゲームの売上が果たしてどうなっていたのでしょうか。新しいゲームソフトなんかもね発売されておりますのでね、ランキングを見ていきましょうと言いたいところなんですが、今日もやっちゃいます。ケージチャンネル的どうでもいいランキングということでね、もうだいぶ関係ない話いっぱいしたけれども、さらに関係ない話で時間を潰していきます。どうでもいいお題にどうでもいいランキングをつけて、無駄な時間をみんなで一緒に過ごしましょう。今日いただいたお題はこちら。こんなお化け屋敷は嫌だ。夏といえばね、お化け屋敷ですよね、まあ、こんなねお化け屋敷があったらね嫌だよねっていうのきっとあると思います。そんなわけで今回はお化け屋敷の横にあるフランクフルトの屋台の人たち50万人に聞いてまいりました。こんなお化け屋敷は嫌だベスト3第3位。お化け役の人が北の将軍に似すぎていて本質からブレている。お化けの怖さよりそっち気になっちゃってしょうがないみたいなね、うん、これ大丈夫。これ第2位。女性のお化け役の人がフェロモンムンムンでいちいちいい匂いがする。裏飯やら出てきちゃってね、あーいい匂いすんなこの女の人みたいなこれまた本質からブレちゃってるね。お化け役やってる女の人と男の人に付き合っちゃったりなんかしちゃったりしてね、フェロモン出ちゃったりしてバカ野郎って第1位。倫理的観点とコンプライアンスの関係上、66首の首の長さは30センチまで、一つ目小僧は中止、井戸の中から出てくるお化けは子供が真似したら危ないので中止、結果何も出てこなくなった、ただの屋敷だったみたいなねバカ野郎って。さあというわけで、どうでもいいランキングは皆様からのお題で成り立っております。ぜひねコメント欄にですね、お題を書き込んでいただきますと、次回の、売上ランキングの動画で採用させていただける可能性がございますので、どしどし書き込んでください。それではですね、ゲームの売上ランキングに話を戻しましょう。ここに来てやっとね本題だよねって話なんだけど、今回はですね7月26日から8月1日までの1週間のランキングとなっております。スクエニさんからですね、新素晴らしきこの世界なんかが発売されておりまして、カプコンさんからはね、大逆転裁判1、2が出ておりますけれども、その辺のランキングが果たしてどうなっているのか気になるところです。では10位から読み上げていきましょう。第10位、初登場、プレイステーション4、新素晴らしきこの世界、売上本数9248本。第9位、任天堂スイッチ、モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼、売上本数9524本。第8位、任天堂スイッチ、ナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミング、売上本数9839本。
第7位、任天堂スイッチ、リングフィットアドベンチャー、売上本数 11,678 本。第6位、任天堂スイッチ、マリオカート8デラックス、売上本数 12,225 本。第5位、任天堂スイッチ、クレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み、売上本数 12,342 本。第4位、任天堂スイッチ、マインクラフト、売上本数 13,914 本。第3位、初登場、任天堂スイッチ、大逆転裁判 1&2、 なるほど龍之介の冒険と覚悟、売上本数 14,460 本。第2位、任天堂スイッチ、ゼルダの伝説スカイウォードソード HD、 売上本数 18,620 本。第1位、初登場、新素晴らしきこの世界、売上本数 18,799 本となっております。ではですね、ちょっとソフトの売り上げ見ていく前にハードの売り上げも見てみましょう。先週のハード売り上げこのようになっております。任天堂スイッチ相変わらずね、6万から7万から8万台ぐらい出てるというところで、先週は6万台ぐらいでした。で、 PS5 がね、先週は2万台ぐらい出てるんですよ。先週といえば私もですね、 Amazon の販売に参加した週だったんですけれども、結構出てたんですね。まあ Amazon でたくさん出てるかどうかって言われたら、多分あんまり出てないような気もするんだけどね。まあ毎週 Amazon の方で何台在庫があるかっていうところに関しては、我々はね、知るすべがないので何とも言えませんけれども、先週は結構出ていたと。各販売店の抽選販売なんかも結構あったんじゃないですか。あるいはね、ヨドバシカメラさん、全国のヨドバシカメラさんでクレジットカード持ってる方の販売っていうのがあったかもしれませんね。多分ね、ヨドバシでクレカ作るのが一番ね、近道なんじゃないかななんて思いますけれどもね。そして Xbox はなんとシリーズ S の方がね、今シリーズ X よりもちょっと台数が出ているというところですね。まあ Xbox に関しても今は品薄で手に入らないというところではございますけれどもね。まあそういったハード売り上げになっておりました。さあ、ではソフトの売り上げに戻っていきましょう。まあランキングの売り上げ本数を見ていただいても分かる通り、ちょっと寂しめの本数かなっていう感じですかね。タイミング的にすごいビッグタイトルが出てたりとかするわけでもなく、お盆のちょっと前っていうことなんで、まあお盆あたりになったらまた売上本数上がってくるかなっていう気はしますけれどもね。さあ、初登場、新素晴らしきこの世界が初登場1位を獲得という形になっておりました。で、素晴らしきこの世界はこの本数がどうなのかっていうところはちょっとね、分かりかねてしまうというか、前作にあたる素晴らしきこの世界は一体どれぐらい売れたのかっていうのが調べてもちょっと分かんないんですよね。任天堂スイッチが18,000本、まあ約19,000本で、10位にですね PS4 版が入っておりますが、9200本ということで、まあ思いっきりスイッチの方が売れてる、倍ぐらいの本数が売れちゃってる。まあこのゲーム自体ね、もともとが DS に出てて、どちらかというとまあ携帯ゲーム機需要の方がちょっと強めの作品というか、そういう傾向があるのかもしれませんけれどもね。いや、あんま関係ないかな。どうだろうね。まあ単純にスイッチの方が普及台数も多いですし、まあこうなる傾向だよねという気はしますけれども。まあいずれにしてもですね、初登場1位おめでとうございますといったところでした。そして2位にはですね、ゼルダの伝説スカイウォードソード、強いですね。もう累計が今22万本という形でして、やっぱりこうやって遊ぶのって楽しいんかな。ね。なんかワクワクするもんね。で、そういうの嫌だなと思う人も今回コントローラーでも遊べるようになってるもんね。まあ、そもそもゼルダの人気が高いよねといったところもあるかもしれません。で、3位に大逆転裁判が入ってきておりますね。いや、これさ、やっぱり過去作こうやってさ、作っただけでこれだけ売れちゃうんであれば、なんで新作作んないんだろうね。作ればいいのに。作るかどうかの見極めとしてこれ出してきたとか、そういうのはあるかな。どうなんでしょうか。まあ、カプコンが持ってる IP の中でもね、日本国内ではかなり強めの IP なんじゃないかなと思いますけれども。初登場3位ですね、大逆転裁判が入っておりました。でね、俺結構思うのは4位のマインクラフト。いや、マインクラフトはもうずっとね、10位以内か、まあ10位外れても、まあ10位圏内近くにいたりして、毎週1万本ぐらいずつ売れてるんですけど、今週ちょっとね、上がり傾向なんです。これは夏休みですね。夏休み、このタイミングでマインクラフト買って遊び始めてる子供たちって結構多いんじゃないかなと。すなわち8月いっぱい中は結構マインクラフト売れ続けちゃうのかななんていう気がね、少ししますけれどもね。まあ夏休みといえばね、5位のね、クレヨンしんちゃんもまだ売れてたりしますね。こちらもどこまで売り上げ伸ばしてくるんでしょうか。で、同じぐらいの時期に出た、まあ同じぐらいの時期というか、まあもうちょっと前ですけどね、モンスターハンターストーリーズも、もう少しでパッケージ20万本というところが見えていて、全世界ではね、100万本を突破したという話題も入っておりますから、
日本だけではなくね、世界的にも結構売れちゃってるんですね、なんていうところですね。といったところが今週のゲームソフトの売り上げランキングでございました。でね、来週でなんか新しいゲームが発売するかって言われるとね、あんまりされないんですよね。一応任天堂スイッチで英雄伝説千の奇跡2回が発売されるので、ここちょっと入ってくるかもしれませんね。で、あと PS4 とスイッチ両方で発売されるのがファルコニア、ザ・ウォリアーズ・エディションっていうのがあって、あとプレイステーションではダート5が発売されます。スイッチではね、ダウンロード版のゲームは他にもちょっとあったりするんですけれども、まあパッケージの売り上げランキングには入ってきませんよね、といったところです。あのね、8月はね、少し静かなんですよ。新しいゲームで、すげえビッグタイトルとか注目タイトルとかっていうのも、さほどないので、ね。9月に入ってから、一気にバラバラバラってすげえあったりするので、まあ来月からまたちょっと面白みが出てくるかもしれませんけれども、まあただね、今回みたく PS5 の話題とかちょっと入ってきたら、まあソフトの売り上げとともにこういう風にお話できる場として、売り上げランキングは、まあ来週やるかやらないか微妙ですけれども、またやっていきたいと思いますので、ぜひ、お付き合いください。というわけで、今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回のニコシンここでお会いしましょう。じゃあね。